私の動画見てたらね、コメントくれたんよ。で、なんちゅうて言うたかって言ったら、いつも景色一緒じゃねえって言われてみりゃ、峠道を走るんが好きじゃけ、どうしても同じような景色になるよね。で、ちょっと雰囲気変えてから街中ちょっと走ってみたんじゃけど、いや、ま、全然喋れん。山あいの風景のところを走っとってもね、そんなに喋っとるわけじゃないんじゃが、街中はもっと喋れん。あれじゃろうね、やっぱり車が多いけ注意して走らにゃいけんわ。何喋ろうか思うて考えながらちょっと話したりしてるわけじゃん。どっちも集中できんのよね、あれね。だったら終始無言の映像、ただ単に街中走ってるだけの映像になってしまうてね、雰囲気変えて場所変えたんじゃが、ダメじゃの、全然喋れんかったよ。珍しいじゃろ、おじさん街中走っとるで。おうおうおう、でかいタイヤ。あれ、化け物か。で、マイクはね、今日はね、外部マイク自分で作ったよ。お得意の100円ショップでね、売っとるじゃん。スマホ用のイヤホンがついてマイクがついてるやつ。マイクの部分はね、加工してね、で、ヘルメットの中にカメラがあって、本体で音声は取れるけれど、あえて外部マイクつけてね。要はね、集音能力をね、落としてやれんや。音をね、拾わんようにしてやれんや。もう風切り音じゃろうが、バイクの音じゃろうが、車の音じゃろうが、自分の声じゃろうが、区別がつかんようにね。じゃ、喋っとる声、喋っとる内容わからんじゃんってやつよ。で、映り込みは例のごとくマスク。今日は暑いよ。なのにマスクしてね、その上ね、革ジャンまで着とるんや。暑い。で、今日は街中走るちゅうんで、カメラの広角ちゅうの、こう広がるやつ、あれちょっと狭めとるけね、変なもんが映らんようにね。ちゅうても映るわな。まあ、ええんじゃけどね。で、ヘルメットはね、こないだ買ったね、おしゃれな、こうガチャガチャガチャって上がる、あれじゃないんよ。今までかぶっとった古いジェット型ヘルメットでね、やっぱりね、開放感が違うよね。ジェットヘルメットがええよ。じゃあなんで買ったんやっちゅうことになるけど、単に欲しかっただけになってしまうけど、まあ、いずれ250乗っちゃろか思っとるけ、その時にでもな。でもちぐはぐな格好してるよ。誰も革じゃなんか着ちゃおりゃへんで、こんな季節に。いつも私の動画に現れてくる景色と全然違うじゃろ。車多いの。バイクを街中で乗っても面白ないけえの。マスクがずれた。見よってよ。何見よってんじゃろうか。
信号は青になりますよ。そしてスマホ見んでもいかろうにの。よっしゃ行こうかちゅうわけには今回かん。やっぱりいつもと違う雰囲気のところ走っとるせいか全然ダメよ。借りてきた猫ちゅうあの心境よ。なんか浮いちゃって浮いちゃってから合わんの。わしにはこういう雰囲気。街中でこういう動画撮りよる人多いけど、よう喋れるの。運転に集中できんやな。運転を集中しとったら喋れんわ。で、ちょっと気になってから細かくモザイクをかけちゃろか思ったら、かけるところ満載よの。なんでもなれよ。最近言葉数が増えたよ。って言うとってから、全然ダメよ。なんだったんじゃろか、今までの経験は。薄っぺらい経験値じゃの。だけどせっかくここまで来たんじゃき、なんかね、地域色のあふれる映像でも撮ってからにゃ。もったいないよな。なんちゅうことない動画になってしまうで、これ。ちょっくら、挑戦してみようか。もう一度引き戻して。せっかく来たんじゃけ。よっしゃ、決めた。もう一度戻って、地域色あふれる映像撮ろう。もう二度とないで。よくよく見とってよ。これが最初で最後じゃけの。多分地域色のあふれる映像を撮っても何の説明もせんけえね。おのおのが見て何かを感じてください。私はただ撮るだけの役目です。喋ることがなんじゃけ。私の動画川沿い走っとる動画多いでしょ。それはここの地域の特色なんよね。平野が少なくて川が多くて、だから雨が降ると大変よ。なんじゃい、事件かい。何があったんかな。お、覆面パトカーまでおる。何があったんやこれ。地域色あふれる映像じゃなくなったの。単なる偶然に出くわしたあるじゃんよ。ああいうやつになってしまうよ。これが限界よ、おじさんには。でもおじさん結構意外と都会に住んどったろ。まあ我が家はここから結構山手に行く気えね。終わり。やっぱりの相手がおらんと話が弾まんよね。じゃあなんでこんな動画撮っとるんやちゅうてなるけど、もともとは自分が走った場所を後から振り返ってね、映像で見たいのとかね、あそこの風景綺麗だったけもう一回見てみたいのって時に映像がありゃね、ええけね、そういう意味で動画撮り出したんよね。で、ついでに、たまーって、無言で走っとるのの。映像見てもおもろないけ、その時何を考えとったかって言ってね、ついでに、おしゃべりも入れちゃろかーっとぐらいなもんじゃけ。まあ、今日も早うに起きてから走り出して、あんも食べずに来たけ腹
ってしもうてから腹ごしらえでもしようか。ちゅうことで来たけれ来たけれど売り切れじゃ。天ぷらそば、天ぷらうどん、やったこれじゃ。これ売り切れ。これ時間帯があるんかな。いやこぼしてるじゃん。ちょっといけまこれで、なんか俺忘れ物しとるし、 iPad 新品だぞこれ。持って帰りやすいの。ちょっと行けば。いや今日のところこれでおしまい。バイスタ。何時じゃ。6時50分この時間に来たらダメってことよ。10時以降か。じゃんじゃん。